水は頭蓋骨が封印している。正面。これで、どうすか。お、来たー。おー、近くで水が流れる音がした。あぶー。で、あー、間違えた。あっぶっぴー。これ、包帯や消毒液が入っている。棚の奥に小さなピンが入っている。かわいい小瓶。小瓶にかわいいクソもあったまるか。マジなんで。おい、目薬と書かれている。ベケ薬と書かれている。頭痛薬、頭痛薬、ああ、そういうことか。で、ここの小瓶を取り、はい、え、これ拾わん方がいいんちゃう？はっ、拾いてえ、めっちゃ。任せろ。なんかね、今目玉実感どん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 。ごめん、ちょっと喋りすぎて喉乾いた。よいしゃー。これは多分拾っちゃいかんやつやと思う。逃げ切れるやつ？マジ？めっちゃ怖い今の。あれ？猫の毛が落ちている。逃げ切れたわ。あれ？こっからどうするん？え？めちゃめちゃ怖い。こっからどうすればいいんだろう。いけるじゃん。お、なんだ。いけるよ。なにこれ。首のない。あー、え、ゴキブリ。こいつマジでな、たまにゴキブリをスカートの中に吸収するんだよね、この女の子。よし、セーブセーブ。なん、待って、なんか変わってん色。え、時計が花を食べている。あぶね。花を食べている。おしゃべりな花ってやつ。何したらいいか分かんないけど。おばっす。お母さん、私を捨てようとした。お父さんは私を見ていなかった。あ、吊るされてる。真っ赤っかじゃん。血は赤く染まっている。さてと、どうしたもんか。ババーン！ピーンス。お、開かないんだ、ここは。
どうしたらいいんだろう。ここ戻っ、ん？待てよ。もしかしてさ、揃った。さすがに紫だけないのはおかしいと思ったんだよね。おお、普通に怖い。これ、私の部屋までおいで。あれ？えらい明るくなったな。あ、猫。黒猫の死骸？ドアを開ける。魔女の日記。私は病気で死ぬ。だから彼女の体をもらうことにした。彼女の体で生きることにした。いいよね。だって私たち友達だから。私に体くれるよね。友達だから今日も遊びに来てくれたんでしょ、ピオロちゃん。え、ちょっ、あ、え、セブ今、え、雰囲気、あー、なちょっと待って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 、ほんまにやって、ほんまにやって。おい、謎解きでもホラーでもなんでもねえよ、もうここまで来たら。いや、いや、俺は絶対お前から逃げ切ってやる。そったら邪魔しやがって。あ、ちょっと待って、いいんだよね。なんかある。ん？拾う。手紙を手に入れた。なくしていた手紙の前半半分。読む。ビオラへ。昨日は怒鳴って悪かった。森の奥には魔女が住んでいて、迷い込んだ子供をさらうって昔から言われてたな。その友達の家が森の近くだっていうから心配になったんだよ。その友達、エレンちゃんだっけ？その子の家に。その子の家に遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないように早く帰ってくるように、父より。あ、ってことは、最初のエレンの家だったんだ。じゃあ、持ってました。そういえば、あの、可愛い小瓶なんか使ってないなと思った。おいじゃ。ゴミほどポンコツだった。おお、これで、まあいわゆるパパ、パパか、ビオラ、ビオラなんだ。無事か、どこも怪我していないか。ああ、よかった。お前の帰りがあんまり遅いから森の中を探してたんだよ。とにかく無事でよかった。雨も降ってきたし、早く家に帰ろう。え？パパ、ちょっと走る準備。マジ？なるほどね。トゥルーとは言えないトゥルーエンドってそういうことか。いやなるほどね。
あ、これノーマルエンド？また特別なエンドは別である感じか。もう勘弁してほしい。ちょっとさ。ブルーエンドね、またいつか。やるときにでも、ちょっと目指してみようかな、トゥルーエンド。でもなんかここまでちゃんとやると、あれだね、ちょっと見たいのは見たいね。でもさ、リアルにさ、最初の方俺普通に半泣きやったんやけど。めっちゃ怖かった。最後の追っかけっこのところで一つやるだけよ。あ、そうなんだ。じゃあどうしようかな。ついでだし、ちょっとトゥルーも、そんなに、一からやらなくていいんだったら、じゃあちょっとトゥルーも見てみようかな。